どうもこんにちは、平木脇です。今回はですね、上級者向けにアプローチですねを解説していきたいと思います。上級者の方はですね、こういった場所ではこういうショット、ライがこうだったらこういう打ち方をしますとかっていろいろあると思うんですけども、その中でも有効な技というか技術的な部分を今回は実際打ってですね、説明していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。例えばスピンを効かせるとかですね、転がすとかっていろいろ打ち方種類あると思うんですけども、まずそのグリーン周りのアプローチをやっていきたいと思います。どんなライが一番難しくて寄りづらいかって言ったら、ライがあまり良くなくてピンが手前っていうのが多分一番打ちづらいし寄せづらいと思うんです。そういうところでどういう球が有効かって言ったら、やっぱボールがゆっくり飛んでいってスピンがかかるっていうショットの方が、まあ、一番寄りやすいですね。そういうショットを、まあ、何種類か打っていきたいと思います。距離的にはあの白いピンぐらいがちょうどありますので、あの白いピンにちょっと打っていきたいと思います。設定としましては、白いピンまでが25ヤードぐらいですかね。20ヤードまでヘアウェイ、手前エッジからピンまで5ヤードっていう設定でちょっと打ってみます。普通に打つと、まあ、ああいう感じでオーバーしたりとかですね、手前を狙いすぎてこうふわっとちょっとこう打って若干開いたりとかですね、あとはそもそも距離が届かずちょっとショートしてしまったりとかですね、いろいろあると思うんですけども、球をゆっくり飛ばすというのはアプローチですごく必要で重要なことなんですが、それをどうやってやるか、若干フェースを開いてですね、グリップを強めというよりはリストですね、両手首をあまりこういうふうに使わないで腕とクラブがほぼ一体になるような状態を意識して打ちます。そうするとクラブだけの重さで打つよりも腕とクラブを一体のイメージで打ってますので、クラブの重さプラス腕の重さを使えるので、速く動かなくても球の勢いは失われずにスピンだけが入るという形になります。もう一回打ってみますね。若干フェースを開いて、腕の重さを使ってゆっくりヘッドスピードをスイング中変えないで打つイメージ、これがめちゃくちゃ大事なので、そのイメージでボール初速を殺してスピンだけ効かせて打つというようなショットになります。これグリーン周りとかですごく使えてピンチを切り抜ける技としてすごく使えますので、ぜひちょっとトライしていただきたいと思うんですが、今のショットのちょっと詳しくやります。ボールの位置っていうのはかかとの真ん中、フェースを45度よりはちょっと閉じます、そんなに開かない、2、30度ぐらい開いていただいて、両腕とクラブを一体のイメージですね、こうクラブと腕を別物として考えないでこういう形で動きます。その意識でゆっくり重いものを動かすような意識、そうすると球がすごくゆっくり飛んでスピンが入ったショットっていうのが打てます。なのでグリーン周りでこれを使って、まあ、寄せていただければいいと思います。これはあのちっちゃいアプローチでも使えますので、ぜひあのショートアプローチですね、すぐピンが近くにある時のショットなんかでもスピンがかかりますので、ぜひやっていただければと思います。次にですね、アプローチのイメージっていうのは何もない普通のアプローチでしたらドローイメージで打っていただきたいんですけど、今と同じ白いピンに対してちょっと球足の強いフック回転気味のボールを打つショットいきます。もう一球いきますね。白いピンに対してちょっと低めのボールでフック回転気味の球、
これはですねほぼほぼノーマル基本に近いショットなんですが、どういう時に使うかというと、例えば、ボールからすぐ近くがエッジで、グリーン面がすごくピンまで長く使える場所とかですね、あとはダラダラ登っていて無駄なスピンでピンの手前にキュキュッと止めたくない、ちゃんとピンまで届かせたい、あとは段の上にピンが切ってあってこれもショートさせたくない時なんかにすごく有効なショットなんですけども、低いドローを打つイメージ、この時はですね先ほどと真逆でリストを少し使いながら自分体と腕はそこまで動かさないでクラブを最大限に動かしてあげて打つ意識です。もう一回打ってみますね。この感じですね、クラブを大きく動かしてあげて腕体は動かさないイメージです。ドロー回転のイメージですね。この感じというのがグリーン周りで、まあ、少し足を使ったりとかですね、出球の初速をちょっと使いたい、強い球足で打ちたいなというアプローチなんかにすごく有効的なショットになります。ロブショットなんかは本当にボールの位置だったり上げる位置スイングだったりっていうのがいろいろ変わってきますので、一番正解がないというか基本が一番少ないショットになるので、今回はちょっとロブショットはやらないんですけども、ウェッジのフルショットが何ヤードかによってフルスイングのアドレスをするのかアプローチのアドレスをするのかっていう区別をつけてない方って結構いらっしゃるんですよ。僕が58度のフルショットでだいたい80ヤードぐらい打ちますってことは境目が40ヤードですよね。なので41ヤードから80ヤードがフルショットのほぼスタンスに近い、オープンにもしないしそこまでワイドにもしないんですけども、80ヤードだったら普通にこうドシッと構えます。ただ41ヤードだとしたら多少本当に若干ですよ、若干オープンにしてスイング的にはフルショット寄りに近くなりますので、アプローチ感覚っていう自分の感覚というのはほとんどないです。どっちかというと振ってあげるっていう意識が強くなってくるヤーデージなので、ちゃんとスイングをしてあげる意識で振ってます。ただ40ヤード以下になってくるとアプローチの部類に入ります。なのでスタンスも振り方もアプローチを意識して振らないと、大きいスイングでちっちゃい距離を打っちゃったりとかですね、ちっちゃいスイングで大きい距離を打とうとする、この2つって結構ミスが多いんです。必ずその距離ヤーデージに合った構えと振り方というのを意識していただいた方がいいですね。この感覚的なものがすごく重要視されるショットになります。で今回の動画はですね、そもそも何を言いたいかというと、だいたいアプローチとかでもですね、形を気にされてこういう形で動いてないとうまく当たらないといって先に形を意識されている方って結構いらっしゃるんで、そうすると自分の感性を生かした球というのが打ちづらくなります。なので今回はその感覚ですね、自分の感じているものをボールに伝えるということを意識していただきたくてこの動画を撮ってますけども、必ず自分がどういうボールスピードでどのターゲットに打つかというのを打つ前に必ず決めないといけないんです。残り何ヤードだから何番で打てばこうやって打てば寄るだろうとかですね、そういう感じで打ってしまうと出るミスも想定できてない、どういう球を打つかも想定できてない、全て想定内にしてなきゃいけないです。ミスもナイスも結果も全て自分が想定内として考えていただくと動揺しないですね。でもナイスショットしか考えてないとミスが出た時に動揺します。それが負のサイクルになってしまう場合がありますので、どこまで自分が想定内として考えているかというのもすごく大事な部分なので、自分がどこに何ヤードどういう球で打つか、その最低限意識していただいて決めてから打っていただいた方がいいので、その感性を必ず優先していただいてアプローチなんかを特に打っていただいた方が
いいと思います。この動画はですね、他にもアイアンショットだったりヘアウェイトだったりドライバーなんかもやっていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。ご視聴最後までありがとうございました。